倍ハンバーガー、倍テリヤキバーガー、そして一番身が倍ビッグマック。あれ挟まるんか。ちょっと待って、ちょっと待って、やばー。皆さんこんにちは、須藤アナです。今日はマックを買ってきました。というのも前回マックをホットサンドメーカーでサンドするっていう企画ですごい好評だったのね。で、コメント欄にバイマックでやってほしいっていうコメントがあったんで、今日はバイマックを買ってまいりました。左側からバイハンバーガー、バイテリヤキバーガー、そして一番身がバイビッグマック。よく見るとこれちゃんとね、夜マックボリュームアップって書いてあるんですよ。お前ら覚悟しときよ、こいつでサンドしてやるもー、イエーイ。まずはバイハンバーガーから。なんか締まりにくい、やっぱり厚みがあるからかな。喧嘩、さあどんな感じにできるのかな。マックはよっ、ちょっと開けてみようかな。お、意外と照り焼きバイハンバーグ、汁が染みてるね、すごいしみしみだね。大丈夫かなこれ、よいしょ。バンズが分かるね、ちょーってしてる。ちょっと待ってね、ずらしたりするね。照り焼きバイハンバーグすごいね。あすごい音でしたね。そう、これ大丈夫なやつ？うわ、硬い。おいしょ。よし、喧嘩。すっごいいい匂いしてきた。開けてみましょう。バブン。わー、なんこれめっちゃおいしそうやん。見てこの手前の部分、つってるかな、ちゃんと。なんかすごいおいしそうじゃない？やばくない？でかくない？え、こんな大きいの？よし、じゃあまずこれちょっとでかすぎるから、ちょっとまず土台からいくね。土台のパン、ダブルお肉で、これね、はい。あれ挟まるんか。ちょっと待って位置が良くない。これに押してこうかな。じゃあ天下だ。気づいてると思うけどね、ちゃんと閉まってない。わかるかな、横からね、こチーズがね、ちょっとこんにちはしちゃってるんだよね。ではバインビッグムック、果たしてどうでしょうか。あーめっ、やばー、ちょ美味しそう、やばいチーズが半生じゃよ。いい匂いするなぁ。ほらほら、もう十分飯してろ。はーい、出来上がりました。なんか意外と美味しそうじゃない全部。ねえ、早速食べていきましょう。まず、こちら。ブルハンバーガー。さて、ちょっと待って。さて。見えた？見えちゃった？あ、でも見えたよ。わあ。いなかったことにしていただきましょう。バイハンバーガー。焦げの味がすごい。肉って感じで、パンをみじも感じさせないね。いつもは、ソース、お肉って感じなんだけど、これに限ってはなんかお肉の下味みたいな感じで、美味しいですね。続いて、バイテリヤキバーガー。すごい、もうネチョネチョだな。すごい、これ。やばくない？断萌えってやつですよ、断面萌え。香ばしすぎるやろ。香ばしい、うまっ。やっぱ、
醤油の焦げた味っていうのはこう本能に語りかけるうまさがあるね。最後に倍ビッグマック、重い、よいしょ、やばいやばいやばい、いい断面ですね。いただきます。うん、お肉がね、ずっしりくるかなって思ったら、チーズかな、これは。チーズの方が強い。お肉より。と思ったらチーズチーズって思ってるとお肉がガツンとくるね。はい、そんなわけで、マック三重臭を、ホットさんのメーカーでちょっと温めてみたんですけども、個人的に一番のおすすめは、照り焼きかな、やっぱり。お醤油の焦げた香りも良かったし、バンズのね、焦げた感じも良かったし、何よりなんか、お肉とタレのセッションが一番美味しかった気がします。他の子はお肉メインって感じだったけど、照り焼きは調和が取れてる感じがして、アノンの一押しは照り焼きです。皆さんもぜひ、やってみてくださいね。はい、チャンネル登録、アンドツイッターフォローよろしく。